キラキラと輝くことから青い宝石とも呼ばれるブルーベリー。こちらは大山のふもと、鳥取県大山町若松にあるブルーベリー農園です。ここでは 1.7 ヘクタールに8品種のブルーベリーを栽培。大山の豊富な地下水と火山灰の黒木に恵まれ、ブルーベリーの栽培に適しているといいます。今年は春以降の気温が高かったため、熟すのが1週間早く、先月中旬から摘み取り体験が行われています。濃い紫色のブルーベリーがたわわに実をつけていて、訪れた人は早速もぎたてのブルーベリーを味わっていました。美味しいですね。甘いのがものすごい甘いんで、はい、美味しいです。楽しかったですね、ブルーベリー、はい、美味しいし気持ちいいですね、いいところなので。今年はね、ブルーベリーよく売れております。皆さんぜひとも摘み取りに、気分をリフレッシュしにおいでくださいませ。またこちらの農園はブルーベリーの木の下で幸福を呼ぶと言われる四つ葉のクローバーを見つけられることでも人気を呼んでいます。これから夏に向けて本格的な収穫シーズンを迎えるブルーベリー、摘み取り体験は9月下旬まで行われています。